ありがとうございます。ありがとうございます。今回紹介するのは福井県敦賀市にある金ヶ崎宮の花替え祭りです。花替え祭りとは、金ヶ崎宮へ桜見物に訪れた男女が花替えましょうと声を掛け合い、桜の小枝を交換することで思いを伝えたといわれるロマンチックなお祭りです。花替えをしたカップルは将来幸せに恵まれると言われています。金ヶ崎宮は鯉の宮、花替え祭が行われるようになったのは明治40年代と伝えられています。当時は男女間の交際のきっかけがあまりない時代であったので、花替え祭は縁を取り持つ格好の場、機会となったのです。神社で受けた花を持ち、お目当ての人の前に行き、花替えましょうと声をかけるのです。もしその人が思いにかなった人ならば、花替えましょうと返答し、それぞれの花を交換してお付き合いが始まったというのです。もし不成立ならば、ごめんなさいとでも言ったのでしょうか。そしていつしか金ヶ崎宮のことを鯉の宮と呼ばれるようになりました。それではロマンチックな花替え祭りをごゆっくりご覧ください。
敵な花替え祭りで胸いっぱいになった後はお腹もいっぱいにします。これが本当の花見団子ですね。本当に素敵な恋の宮鐘ヶ崎宮の花替え祭りはロマンチックな祭りでした。最後までご視聴ありがとうございました。